高松南バイパス、香川県高松市田村町高松南バイパスは、香川県高松市栗林町一丁目の栗林公園前交差点から、境出市府中町の前谷あずま交差点に至る、延長1 1 7トルの国道11号のバイパスとして建設された道路。現在は、国道11号の一部となっており、全線開通している。 高松市中心部から一旦南へ下り、上天神町交差点で西へ折れている。上天神町交差点から男子交差点は高松東道路の一部でもある。香川県内で2車線以上で交差点部に右折車線を設置した最初のバイパス。直視交差点伊東は当初から片側3車線だったが、それ以西は当初対面通行。1982年には、 上り線が完成したが、当時の交通量等を考慮しは対面通行時代の区画線をほぼそのまま使ったため上り3車線、下り2車線という変速車線であった。下り線が3車線化されたのは1986年。全線を通した平均交通量は47,655台。この道路は連続的な交通量として四国トップクラスであり、 特に上天神町交差点から、峰山口交差点の区間は1日あたり57,745台と、香川県内最多である。前回2005年調査時と比較した、交通量は、上天神町交差点から、男子交差点までは増加したが、それ以外は、全区間で減少している。 さらに今回調査の後の2011年3月27日には北側沿岸部の平行路線である高松、境で有料道路が無料開放され多くの交通がそちらへシフトしたため、男子交差点移性の交通量は高松市国分寺町新名で39,397 39台と2010年よりさらに1割減少している。高松市中心部に近づくほど混雑し、起点から 直視交差点までの混雑度は設計時の交通要領である1.00を超えている。特に出身町交差点から上天神町交差点までの混雑度2.61は当該バス中最高で起点からこの区間までの混雑度1.90を含めこの一帯が慢性的混雑状態になっていることを表す数値である。それにこうして 昼間12時間における平均旅行速度も高松市中心部から離れれば次第に速くなり男子交差点異性では流れが最高速度に達しかけている地点もある。本路線回通により格下げられた旧国道。ありがとうございます。